桜井くんがめっちゃ睨んでおります。けどね、確か一周目はね、結局、諸角さ、手上げたんよな。だから多分、正規ルートはこのね、神谷くん選んだ時の方じゃないかなと思うんで、さっきにこっちをやってみよう。やってみよう。おっと、葛藤。愛ちゃんの中でも葛藤が生まれております。諸角のこと初めて愛ちゃんって呼んだけど。迷い振り切るように右手を上げる。いつも正しい神谷君に従うことが間違わないわけがない。間違いなわけがないか。迷いは自分を殺すことになる。クワトロパチーナもそう言ってますからね。神谷君についていく。これまでだってそうしてきたし、これからだって迷いなんてあるはずもない。あってはならない。ん？自分が何をしたか分かっているの。神谷信者だから神谷さんに、神谷信者から神谷君に従ったものです。あなたが神谷君の卑劣なやり方に加担することで、正義を追求してきたこれまでの自分自身を否定したのよ。何も否定なんてしていませんよ。私の正義とは神谷君のことですから。言われてるよ、ジャスティス神谷。じゃないわ。諸角さんが求めるものはそんなところに。でもこんな会話さ、結局一周目でやったっけ？ありますよ、神谷君。やってないわ。諸角喋りすぎじゃ。神だ谷としたら君。諸角喋りすぎじゃ。あれ？一周目にないような何会もありま話ば、せん。ごめんなさい。よく書いたら、諸角が喋るときにかぶったように喋るけど、ごめんなさいね。けどさ、一周目にこんな会話なかったよね。え？二周目独自の会話みたいな感じなん？神谷君は私の理想の体現者。彼の理想は私の正義。私の判断はすべて神谷君の手に委ねられている。間違ってない。絶対に間違ってない。神谷君が多数決という方法を選び取ったのなら、それは多数決が正しいということだ。間違っているのは多数決を嫌悪する私の方だ。私の個人的感情なんて考慮にすら値しない。これをストイックって言うたらどんだけ悲しいストイックだろうか。迷いを殺せ。疑念を払え。神谷君に都合の悪い自分を殺せ。なんか宗教じみてるわ。もうここまで来たら宗教じみてるわ。神谷教が始まってるわ、もう。吐き出す息と一緒に余計な感情を捨てていく。顔から表情を消し去って、いつものポーカーフェイスを取り戻す。ほーら、これでいつも通りの諸角愛。神谷君のそばに控える生徒会書記係。冷静になっていく私と反比例するように、二階堂さんは悲壮に表情を歪めていく。私にできることは何もない。折れちゃった。でも今のあなたは自分で自分を苦しめている気がするの。おい、往生際が悪いんじゃないのか。諸角は自ら望んで神谷のお人形になろうってんだ。お前が口出しすることじゃねえだろう。ドール諸角、ドール諸角です、これは。神谷君の表情が。なあ、お人形ちゃん、お前のせいで計画が練り直したぜ。え、どういうこと？諸角はどっちかって言ったらお前らの味方しようような形なのに。お人形？どう？黒無国、え、む、む、む、村井館か。村井館はさっきから一体何を言っていたのだろう。私にはちゃんと自分の意思がある。神谷君に従いたいという意思が。いや、それは意思なき意思だと思われますが。諸角さん、私は幼い頃からあなたを見てきた。カレンちゃんの観察眼って鋭いからな。だからあなたが大事にしている正義がどんなものか少しは知っているつもり。どうか思い出して。
思い出す必要なんてありません。私の正義は今も昔もずっと変わらず、すぐそばにありますから。神谷君という形をとって存在している私の正義、何も変わってなんてない。神谷信者、二階堂、ここは一旦引こう。多数決に乗ってしまった時点で僕らの負けだ。あれ、でもこんな展開じゃなかったな。一瞬上まだ言うけどさ、シーゾクって展開だったか。でも諸角さんが、そうじゃよ、よう考えたら諸角さ、一瞬目だったらここで消えとるはずなのに消えてないんだよな。絶対に神谷以外には従わないよ。分かってるだろ、そんなこと。さあ行こう。あれ、おかしいな、俺の思っとった展開とは違う展開になっている。その表情、カレンちゃんのちょっと悲しげなその表情も可愛いな。そうだ、早く帰ればいい。神谷君に逆らう愚か者は去るべきだ。桜井君は部屋を出る間際、私をちらりと一別した。キャーエッチ、その視線は私を憐れむようで、なんだかひどく尺に触った。どうしてみんな同じような目で私を見るのだろう。二階堂さんもローも桜井君も人を勝手にかわいそうなもの扱いするなんて。まあいい、他の奴らに何と思われようとどうでもいい。私が欲しい承認はたったの一つだけなのだから。あ、でもなんか諸角は見る目が。ねえ神谷君、これでよかったんですよね。私は何一つ間違ってなんて。え、私を肯定してもらおうと神谷君の方を振り向くと、神谷君も桜井君と同じような目で私を見つめていた。なぜ哀れむように目を細め、泣き笑いするような表情で。どうして、なんでなんだよ。一度は整ったはずの心がまたぐわんと揺らいでいくのを感じた。ぐわんやって、そんな表現を仕方をするのか諸角は。私は自室のベッドに座り、ずっと考えていた神谷君の表情の意味を。どうして、何も間違っていないはずなのに、神谷君はどうしてあんな目で。私は神谷君に従った。多少揺らぎはしたけれど、最終的には手を挙げた。でもそれが間違っていたのだろうか。どういうことなのだろう。神谷君に従うことを神谷君が望んでいない、あるいは私はまだ神谷君を理解できていないのだろうか。アンダースタンド神谷。そんな、まずか、すべてとは言わないまでも、私は人よりずっと神谷君を理解しているつもりだ。あのことだって知っている。あのこと、あのことでなんだ。もしかして神谷君が女の子であること、本当は女の子であることを知っているのか。やっぱお前、やっぱりトイレに行きたいって神谷君が言った時は隠蔽工作的な、ちょっと神谷君が女の子だとバレないようにするようにね、仕向けようとうまくやってくれてるのか。お前なのにわからない、神谷君が望んでいるものがわからない。私はベッドから立ち上がった。ダメだ、このままじっと考え続けていたらおかしくなってしまいそう。私は部屋を出て渋谷の街を歩くことにした。待て、みんな渋谷の街にいてから消えてるような気がするんやけど。
渋谷の街に行ったらなんか危ない気がするんだけど。だいたい前回のチャプターだったかな。前回ちゃうな。え？影山の時はさ、なんか変な奴が来とったもんな。コナンの犯人みたいな奴が、お前。てか、もののけ姫にできそうな奴がおったもんな、あれ。渋谷の街も、あてもなく歩く。どれだけ歩き続けていても、頭の中を巡るのは、神谷くんのことばかり。わ、神谷くんラブやな。神谷くんラブしてるな。幼い頃から通い詰めているこの町には、神谷くんとの思い出が染みついている。当時、少年探偵団を気取って、さまざまな厄介ごとに首を突っ込んでいた私たち8人は、渋谷の町を縦横無尽に駆け巡っていた。ディクディク少年探偵団。絶対コナンの営業だ。誰かがコナン呼んで、これやってみようぜ、みたいな感じで言い出したんじゃ。多分町工事だな。例えばここ、この路地裏で。神谷くんは、迷い犬を捕まえた。2マス進む。人生ゲームみたいな感じになってるやん、今。あれは、小学4年の頃だろうか。クラスメイトから逃げた飼い犬の捜査依頼を受けた私たちは3日にわたり犬を探し求めてついに発見するに至った。すごいな、依頼とか受けてるの、クラスメイトから。あの時は直接的に犬を捕まえた二階堂さんばかりが称賛されていたけど、本当の功労者は間違いなく神谷くんだ。捕まえたんカレンちゃんなんじゃ。カレンちゃん足早いんかな、意外と。あ、でも、すごす、なんか、なんか、そう言われたらさ、すっごいスピードで走っていくカレンちゃんをそう妄想してしまって笑ってまうんやけど。犬の行動範囲と目撃情報をマッピングして、居場所を割り出したのも神谷くんだし、発情期のオス犬、オスかこれ。あれ、オスだっけこれ。犬の鳴き声を再生機で流すことで、犬をおびき寄せたのも神谷くんそんな考え方できるのか。さすが神谷くんです。さすがみ神谷くんの言う通りにすれば犬だって思い通りになるんですから。私も犬になりたい。来たよ来たよ。確か影山はこういうところで消え去ったんじゃなかったっけ？二周目に入ってさ。来ちゃったよ、もう。来ちゃったよ、もう、ここ。一人ぼっちになってから消えるんだよ、みんな。次に私がたどり着いたのは、いつもスクランブル交差点。ここも、ここにも神谷くんの思い出が染みついている。あれは確か中学5年生の時、ここで神谷くんは連続ひったくり犯を捕まえた。もはやすごかった、ベイカーストリートイレギュラーズやな。もうもはやなんかシャーロック・ホームズに目つけられてもおかしくないレベルのことをしてるな。表彰者だぞ。あの時は犯人のバイクに飛びついた町工事くんがヒーローだろう。それはヒーローだろうが、バイクに飛びつくっていうのは勇敢だろう、お前。小学5年生のやることじゃないぞ。すごいな、町工場、お前。それはヒーローになるわ、お前。本当の意味で犯人を追い詰めたのは神谷くんだ。それ前の犯行現場を繋いでいけば、カシオペア座の形になるの、うさな、それ。それは犯人がすごいわ。カシオペア座の形になる。わざわざ犯人かカシオペア座の形に愉快犯なんかな。何なんだろうな。それは犯人が面白いわ。まあ気づいた神谷くんも神谷くんやけどさ、カシオペア座の形に盗んでいこうとした犯人も犯人なんやけど。その情報をもとに次の犯行現場を割り出したのも神谷くんだ。それに犯人が女子高生であることを言い当てたのも全部神谷くん。神谷くんの頭脳は一体どこまですごいんでしょう。
めっちゃおとりしてる喋り方やな。警察すら凌駕してしまうんですか。めっちゃおとりしてるな。諸積は乙女の動画を出てきてるな。神谷くんの目の前だけでは乙女な感じがするな。本当に神谷くんは有能だ。大人にだってできないことを軽々とやってのけてしまうんだから、そこにしびれる、憧れる。だけど神谷くんが有能であることぐらい誰だって知っている。そんなことは今さら確認するまでもない。今わからないのは神谷くんの心のありどころ。神谷くんは何を思い、何を目的として神谷サイで会い続けていたのだろう。どうして私たちと一緒にいてくれたのだろう。私たちみたいな凡人たちと仲良くしても彼にメリットなんてないはずなのに。そりゃあさ、神谷くんだってさ、人の子だぜ。やっぱりさ、友達というものは欲しいに決まってる。仲間っていうのがさ、やっぱ大切だと思っとんよな。そうだと思うよ、俺は。どうして？いくら考えても、わからない。神谷くんが、わからない。あ、なんかこれなんか、諸積のさ、キャラソンにタイトルにありそうな感じやけど、神谷くんがわからない。諸積愛。キャラソン、キャラ、キャラクターシングル、諸積愛、キャラクターソング、神谷くんがわからない、Now on sale。以前はちゃんと分かっていたはずなのに、いつの間にこんなに私は。メガネを外して空を見る。仰いだ表紙に、目尻からだっけこれ。涙が落ちる。メガネ外したところちょっと見てみたい。メガネ外したところ見てみたい。ぼやけた視界にいくら目を凝らしてみても答えはどこにも見つからないと。その時私の視界に入ってきたのはあるデパートの屋上だ。そこはかつては私たちが拠点としていた居場所。ああ、言おったな。屋上遊園地。あそこに行けば。やめろ。なんかそれそこで消えそうな感じがするぞ、諸積。お前、そこで消えるんじゃないだろうな。わあ、なんかもう一人ぼっちで消える気満々な感じの雰囲気出てますけど。消えるな、これ。なんか消えそうな気がするな。ただね、そうして街を歩き回った私が最終的にたどり着いたのは東急の屋上遊園地。私たち8人は中学までここを拠点に活動していた。放課後全員がここに集まる。特にやることがない時は日が暮れるまで遊んで過ごす。過ごすって言っちゃった今。あー、月が綺麗やし。メリーゴーランド。メリーゴーランドはこっち。あれは観覧車。あれは観覧車です。厄介事が飛び込んできたときは、意気込んで街に飛び出し、解決したらまたここへと戻る。ここはまさに私たちのホームと言ってもいいかもしれない。ああ。RPG とかだったらここにセーブポイントがあるんだろうな。そんな屋上遊園地はかつて一度閉鎖の危機を迎えたことがあった。ああ動員不足とかいう感じや。動員不足やな、お前。お決まりの動員不足的なやつだろう。少子化の波に飲まれて利用者が減り、役目を終えようとした遊園地。やっぱりそれを救ったのも神谷くん。もう何でもやれるな、神谷くん。何でもやれるな。もうなんかさ、神谷くんだったらさ、異星人が地球に攻めてきてもさ、どうにか交渉で平和的に解決できそうな気がするもん。もっと会計係としての威厳を持ってほしいですね。わあ、まだ厳しい愛ちゃんが出てきましたよ。おどおどしているからテニス部に莫大な予算を要求されたりするんです。テニス部
テニス部よ、お前。うん。でも、なんか断れなくてさ。お前っぽいわ。影山っぽいわ、君。いちいち話に付き合うからです。無理な予算請求をもらったら、無言でシュレッダーにかけるくらい。こっちは冷酷でした。でも、影山の話しやすい感じはいいと思うよ。話を聞いてあげれば、相手のガス抜きにもなるし。でもさ、そういうさ、聞き上手ってさ、聞き上手でさ、断るのが苦手なタイプってさ、相手のガス抜きはしてもさ、そのガスをさ、自分で吸ってしまうところあるよね。ええ、生徒との対話は大切ですからね。聞き上手な影山くんは、生徒会に必要な人材です。お前、手のひらくるくる返し、好きやな、お前前から。なんなん手になんかちょっとドリルでもついてんの。クルルルルルってドリル回転してんじゃないの。さっきと言ってることが何か。何かじゃないわお前。その2文字で終わらすなお前は。うん、別に。放課後、生徒会で仕事を終えた私たち3人はその日も屋上遊園地へと向かっていた。神谷くんと和やかに会話を交わしたり、神谷くんにダメ出しをしたりなんかしているうちに、すぐに目的地へとたどり着く。みんな揃ってる。ごめん、ちょっと予算会議が長引いちゃってさ。生徒会以外のメンバー5人がすごい固まってる。重なってる、なんか綺麗に重なってる。ちょっともう CD のジャケットに使われてもおかしくないぐらいに綺麗に重なってる。これちょっとエモいわ。屋上遊園地にたどり着くと、空気がいつもと違っていた。先に来ていた全員が複雑そうな表情で入り口際の張り紙を見つめている。紙には屋上遊園地閉鎖のお知らせと記されていた。閉鎖だって。残念だけど、僕たち以外ほとんど誰も使ってなかったしね、ここ。だから秘密基地として成り立ったかもしれない。このローテクでレトロな感じ、僕好きだったんだけどな。好きそうやな、確かに。この100円鉄道にもう乗れなくなると思うと悲しくなってくるな。ゼロ円食堂みたいに言うな、なんか。鉄腕ダッシュのゼロ円食堂みたいに言うな。ちょっと意識してんのかな。写真、今のうちにいっぱい撮っておこうよ。私、家からデジカメ持ってくる。今月いっぱいで、この屋上遊園地は撤去されることが決まったらしい。みんな、その事実に、ひどく残念そうな表情を浮かべてはいたけれど、悲しんでまではいなかった。ここは思い出の場所ではあるけれど、大切なのは集まる人だ。極論、場所なんて8人が集まればそれでいいし、私は隣に神谷くんがいればいい。みんなの興味の対象は次第に屋上遊園地の閉鎖から、次の拠点はどこにするかに移りつつあった。閉鎖は寂しいけど仕方がないね。じゃあ次の拠点はどうしようか。神社とかどうかな。学校から近いし。バチ当たるぞ。京介の意見に賛成。ゆうちゃんゆうちゃんでさ、桜井信者っぽいわ。僕はジャンクパーツが落ちてる場所がいいな。廃工場とかどっかにない？それはやめとけ。危ない。単純に危ない。子供なんて、情感豊かなようで淡白なもの。一通り寂しがったら、あとは喪失さえもエンタメとして消費してしまう。だけどたったの一人、閉鎖の事実を受け入れられない人がいた。カレンちゃん、場所を変えるなんて嫌。ほう、叫ぶように声を上げたのは二階堂さんだった。珍しいっていうか、この頃はこんな感じで感情が出てくるとこがあったんやなって。そうでもないか。
ユリアちゃんと話しとった時のフフフっていう言葉を覚えとるし、クロノス世界でのカレンちゃんがなんかクールすぎて、この頃がこの本来のカレンちゃんはあれやな、表情豊かなキャラだったはずなんやな。みんな目を丸くした。日頃おとなしくて何を考えているかわからない二階堂さんが感情をあらわにするなんて、これまで一度もないことだった。いや、みんなの前ではそうだったかもしれんけどさ、意外とカレンちゃんで表情豊かなところあるキャラだったりするんよな。俺はわかるぞ。嫌なの、私はここがいい。ここを捨てるなんてできない。どうにかできないの。絶対に、いや、ここを失いたくない。取り乱したように声を震わす二階堂さん、拳は固く握りしめられていた。カレンちゃん。二階堂さん。二階堂さんが悲しむ様には私も多少の哀れを催されはしたけれど、同時に呆れもした。小学6年にもなってこんなだだをこねるだなんて、どうしようもないことをどうしようもないこととして諦める、それくらいの分別は持っているべきだ。本来なら私たちはわがままを言う二階堂さんを慰めて、そして諌めるべきだった。気持ちはわかるよ。でも仕方のないことだよね。時が経てば次の場所だってきっと同じぐらい好きになれるよ。だから元気出して。そんな風に、それがもう用事ではない私たちの当たり前だけど、この集団には厄介ごとに立ち向かうのが大好きな桜井くんがいた。桜井、そんな京介くん、そんなキャラだった。そうだね、カレンの言う通りだ。この場所だって僕らの仲間なんだから、危機が迫ってるなら守るべきだ。みんなで閉鎖を阻止しよう。諸角がちょっと不機嫌そうな感じになったが、ほーら始まった。桜井くんはいつもそう、悲しんでいる人を見つけるとすぐにヒーローみたいなことを言って手を差し伸べる。でもそれがさ、妹との誓いがあるからなんだよ。一歩を間違えればただの痛い子なのだけれど、彼の声には人を奮い立たせるエネルギーのようなものが込められていた。思えばさ、僕たちの思い出ってほとんどがこの遊園地とつながってるよね。ユウが初めて買ってもらったデジカメで記念撮影したのはそこの海賊船の前。ちょっとピンボケしてるけど、あの写真今でも机に飾ってるよ。東国はゴーカートを勝手に改造して怒られた。馬力100倍くらいにしたんだっけ。ちょっと待て、元がどん馬力なんか、どれだけ馬力なんか分からんけど、100馬力はやりすぎじゃないか、お前。魔改造って、お前。やばい。それはさ、やばいわ。やめといた方がいいわ、そりゃ。諸角が知らずに乗って、珍しく興奮してたのを覚えてるよ。諸角。案外絶叫好き。そうだ、影山は落ち込むことがあるとそこのロボットに泣きながら話しかけてたよね。え、マジか。ロボットに話しかけてたのか。ちょっと恥ずかしいからやめてよ的な事案やな、それは。その子はもう僕らの9人目のメンバーみたいなものだよ。え、ローなん。9人目のローにメンバーローじゃない。ローは結局10人目になる。10人目なの、ロー。なんだそれ。桜井くんの声がメンバーの感情と思い出を喚起していく。単純な町工事くんなんかはぐすっと涙ぐんでいた。ああ、そうだな。この遊園地は俺たちの友達だ。だったら助けてやらねえと。もう町工事のノリはもはや心の友よみたいな、ジャイアン的な、劇場版のジャイアン的なノリです。そうだな。桜井くんが考えなしの安請け合いで厄介事を引き受けて、
みんなをその気にさせる。町工事くんとモモさんが勢い込んでそれに乗る。こうなるともう止まらない、やめられない。カッパエビセン、よし、何としてもここに子供たちを呼び込んで廃止を阻止してやろう。ちょっと冷静になってください。そんなことできるわけないでしょ。私たちは小学生ですよ。現実的なダメ出しをしてみるけれど、勢い込んだ彼らには焼け石に水。みんな聞いてすらいなかった。これが若さたる力なんだろうな。確かにこれ中学とか高校とかどんどん年々年取っていったらさ、こんなことを言い出さんだろうな。現実を見始めてしまうから。そんな私の肩に神谷君はポンと手を置いた。セクハラですよ。こうなったらもうやるしかないね。ちょっと呆れ気味でもちょっと喜んだ感じも含みながら、やれやれと仕方なさそうに笑う神谷君。一番苦労するのは神谷君なのに、どうしてそんな顔で。神谷君だってさ、仲間のためならば自分がそういうしんどい目にあっても大丈夫みたいな、そういう感じの考えの持ち主なんだろうな。仲間のためならば